とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、タワーのタイムアタック、やっていこうと思います。まだまだ、全然慣れてないんだけども、どれぐらいでクリアできるんでしょうか。わかりません。やってみましょう。それでは、行きましょう。ちょっとね、長くなるかもしれません。いや、長くなる。もう言っとく。必ず長くなりますので、ちょっと、これは覚悟してやっていきます。やっぱね、30回までノンストップでいくと、だいぶかかるんだよな。よし、OK。OK。はい。ここはクリーパーが、要注意。OK。パワーポーションが出たっていうのは結構、ラッキー。うん。パワーポーション出ると、クリーパーとかエンチャンターが倒しやすくなるんで、いいですね。旅行の略奪者も、このまま倒しに行きましょう。OK。意外と、1回は順調に来てますね。ここはね、略奪者が結構強いんで、HP がね、回復が間に合わず、若干休憩することもあるよね。よし。終わりか？もういない、あー、いたいた。よし。パワーポーション出たっていうのは、結構ラッキー。次行こう！ここも、そんなに、難しくはない。あー、待て。蜂をね、入れていこうと思ったけども、多分、雪玉をね、早めに入れた方がいいのかな。なんかそんな気がする。あー、待て、動けない。やべえ。よし、ちゃんとこのギロチンあたりでね、戦っていかないとダメージがしっかり取れなくて時間かかるんだよね。よっしゃ、オッケー。で、矢もね、多めにあった方がいいので、必ず拾っていくようにしましょう。いらない。で、雪玉2か。雪玉2になると、だいぶ使い勝手が良くなるよね。2は3秒に1発だったかな。なんで、全然いいもんね。レベル1の時がね、あれ5秒に1回しか雪玉が出ないんで、ちょっとね、使いにくいんだ。これ結構強いやつなんで、できれば3入れときたいけども、3入れる前に、確か装備交換になったような気がするんだよな。はい。終わり。ここは楽勝だね。序盤の山場ってどこだったっけ？結構めんどくさいところがあった気がするんだけども、まだ先か？4階、ここもいりません。次のところで、あれだよね。よし、働き鉢に入れとけ。星なき夜が出てくるんだわな。はいはい。よいしょ。ここも極力、あぶね。雪玉3になってるから、この略奪者もダメージ少なめで倒すことができます。よっしゃ。よし、オッケー。いいね。でも8入れるよりも雪玉の方がこれ当たりだな。ちょっと前の動画の説明で、蜂を入れていった方がいいよって言ったけど、雪の方が優先度的には高いか。よし。OK。はい。お。しゃ。あと、
2、3体で終わりでしょう。上にいるもんね、特に問題なくクリアですかね。うん、順調、すごい順調に来てる。これ10回を10分ぐらいでいけそうな気がするぞ。星なき夜に変更で、ガードストライク入れまして、はい、こっち来なさい。あ、できればね、鋭利が1つ入ってた方がいいんだけどね。危ねえ、あー食らっちゃうね。はい、鋭利があればもうちょっと早く確か倒せたと思うんだけども、まあ仕方ない。雪玉がね、おそらくその最適解になるかもしれないんで、はい、し OK。 まあゴリさんが鍵だもんね。あいつをサクッと倒してしまえればなんてことない。ゴーレムを取ります。行くぞ。ここは、あー、クリーパーはいないんで、普通に、雑魚を倒していくだけ。うん、あー、先に行って戻ってくるのめんどくさいから、先に、ここを待って倒しましょう。ナイス！行け、行け、ゴーレム。いいよ。まだね、この頃はね、ゴーレムの、破壊力が高いので役に立ちます。途中でね、破壊力が足らなくなるのよ。うん、でそこでちょうどまた新しいゴーレムと交換できるからね、まあ、そこまではまあうまい感じのタンクとして働いていってくれればいいですね。ガードストライクは、うん、せめて2だもんな。2とエイリー1、うん、 OK、 いくよ。はい、クリーパーは要注意。大丈夫？う、大丈夫ね。うん、ゴーレムの HP はまだまだあります。できればゴーレムちゃんも一緒に動いてくれた方がいいかなと思ったけども、いやそんなことないね。ゴーレムは一人でできる、こいつできるやつだ。よし、7回クリア。8回が何だったっけ。アイアンハンドアミュレット入れます。このね、アミュレットがないとちょっとね、10回のボスが痛いんだよね。あいつ結構痛いんで、ガードストライクだけじゃちょっと HP がね減るのよ。なんでこれを入れとくとだいぶいいですね。でここのステージでゴーレムの HP を極力温存したい。うん、極力温存しないとちょっとね嫌な感じなんだよな。大釜に早めにやられてしまうんで、そこをなんとかしておきたい。まあまあ半分以上あれば大丈夫でしょう。うん、半分以上ありゃそこそこ耐えてくれるんで大丈夫じゃないですか。 OK、 9回承認。強化メールつけます。で強化メールに変更を2まで入れていきます。で鋭利とガードストライク3だね。35% もあればそこそこ跳ね返してくれるんで大丈夫じゃないですか。で星なき夜を90まで上げていくぞ。もういい感じ、いい感じ、いい感じ。10分ぐらいで10回クリアできそう。あー、いや厳しいか。ノンストップでいくってなるとね、やっぱ緊張感があるやられちゃダメなんで、うん、やっぱねやられることもあるよ。
そりゃね、毎回毎回必ずクリアできるわけじゃないんで、緊張感はあります。ちょっとしたミスが本当命取りになるんで、よしよっしゃ、うん、やっぱガードストライクとアイアンハンドアミュレットついてると硬い。あ、スライムがちょっと残ってるやん。これでちょっと時間ロスだな。はい、オッケー、いい感じ、いい感じで進んでいってる。んで、この先もね、そこまで難しくはないんで大丈夫じゃないっすか。エーリをもう一丁入れときましょう。はいはい。あー、このレースかと、クリーパーがそこそこ確か出てくるとこなんで要注意、死なないようにね。まあ、ここではさすがにまだ死なないじゃ思うけど。よっしゃ、ああ、ご臨終しました。まあいいか、大丈夫ね。敵はこっち、あ、いたいた。打ち漏らしがあるとね、時間を食っちゃうので、ちゃんと全部倒しながら行きましょう。足が遅い、足遅い。行った行ったね。よし、ゴーレムももう回復してるんで出していきましょう。で、守護のトーテムつけていきます。ここは特に問題なくいけるね。守護のトーテムもここではまだ使わないかな。使っていってもいいんだろうけどね。別にそんな使うこともなさそう。じゃあゴーレムそっち任せた。俺はこっちの方を全部倒す。はい、やば、うん、まあまあ一発ぐらいはね食らっても全然大丈夫なんだけど、極力。あ、おお、ナイス。あー、打ち漏らしてた、ごめんよゴーレム。まだいるんかい。あいつ動けてない。もうこっちないでしょ。あと上に1匹。こいつを倒して、おしまいですね。次、13回。13回。愛のメダルを、アイアンハンドアミュレットと交換していきます。ここで変更3が入るね。しゃあ、こっからがね、愛のメダルがめちゃくちゃ役に立つ。いけいけ、愛のメダル頼むよ。しゃあ、ここはね、攻撃速度減少がつくから、よっしゃ、いい感じにパワーポーションが来た。パワーポーション嬉しい。うん、この攻撃遅い時にやば、パワーポーションは嬉しい。愛のメダル、敵はもういない。結構ね、横の方とかに残ってたりするからね、大丈夫ね。わざわざ戻ってくるのがめんどくさいんで、そこはしっかりと確認していく。終わりか。よし。この雪ステージはね、遅くなるから嫌いなんだよね。次、14回か。乱射のクロスボウに変えまーす。ゴーレム行け。じゃあ、愛のメダルはね、本当に役に立つ。じゃあ、風使いが奥の方にいるか、ちょっとやだな。 OK、 あいつをなんとかこっちに寄せたい。
ちょっと愛のメダルを使うと OK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 。 これで風使いも一緒に落ちてくれればいいけど、落ちないね、これ落ちないわ。よし、もうそのまま倒す。よっしゃー、ゴーレム HP いいね。下に落ちなければこのままいける。愛のメダルがいけたかと思ったらいけてない。落ちるなよゴーレム。よっしゃー、クリアでーす。うん、ここねちょっと時間かかる場所なんだけど、そうでもなかったね。よし、オッケー。あとは別に何も入れなくていいか。いくぞー。ここクリーパー多めだからちょっと注意。しゃあ、あと雲とレイスのコンボがねなかなか鬱陶しいので注意かな。あぶね。よし、いい感じ。はい、あれあれ、クリーパー爆発してくれた。全然なんかダメージは入ってなかったっぽいけど、いいっすよいいっすよ。はい、ちょっと待って、クリーパーは2発目のダメージでパンパンだからね。終わった？よし、クリア。ほんとスムーズに来てる。次16回。何もいりません。エンチャントも何もしない。ここは、ゴーレム落ちちゃうかな？大丈夫か？ゴーレムが多分落ちて、やられたりするんだろうけども、まあまあそこは想定内で、いっときましょう。とにかく自分が落ちないようにね。うっとうしいこいつ。よし、よっしゃ、 OK。 よっしゃあ、あとは、ああ、そこはやられてるね。で下にねこいつらが落ちると時間がかかっちゃうので、極力落ちないでいただきたい。倒した？いったね。うん、まあ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 全然大丈夫です。でここでミステリーアーマーへ変えます。ポーションバリアと帯電ね。いくぞー。ゴリさんがわーってくるからここはもう一気に叩きます。あ、ゴーレム嫌な場所に行ってるな。お前大丈夫？よし、よっしゃあ、オッケー、ぶっ飛べ。全部は倒しきれてないと思う。でもね、あそこにクリーパーがいるからそいつを倒せてれば嬉しいかな。倒せてなかった。あとはお前で終わりか。終わりだね。よし、初めてやった時ここでねちょっと一回やられちゃったんだよね。ちょっと無茶な戦い方して。ポーションバリア使っていくとすごい安定する。ここもいりませんね。別に何もつけなくていいです。次いくぞー。あー、確かクリーパーが、バラッと出てきたような気がする。で、この次もクリーパーがバッと出てくるんだよね。まあ、もう、ゴーレムに任せようか。ゴーレムちゃんに任せて。おー、よっしゃ！おい！残ってた。大体残んないんだけどね。やべえ、ゴーレム頼む。俺そっち行けねえわ。クリーパーいった。あー、減ってるよ減ってるよ。よし、雲とのコンボは要注意。
再燃。若干威力が足りてない。あれ、ちょっと待って、なんか打ち漏らしてる。こっち側か、雲がいるんでしょ。キャー、オッケー。ちょっとほんと若干時間が過ぎたけども、いいや、いきまーす。オッケー、何もなしでいきます。で、商人だね。オッケー、一回ちょっと動画を止めて新しく、更新します。ずっとやってるとね、ちょっとラグくなってくるので、これ一回止めて、入りますね。オッケー、タイムロス5秒ぐらい大丈夫。ここをね、一発でいけるかどうか、そこがちょっと重要になってくる。多分いけるけどね。最近はあんまりやられることもないけども、一応こいつはかなり嫌いなやつなんで。よっしゃー、危ねー。どこ、本物どこだ、バッカゴーレムやられるんじゃないよ。よし、あ、ミスった。これちょっとミスったな。危ねえ、ちょっとミスっちゃったわ。よし、うん、 OK。 よっしゃ、これもう出てこい。よし、いいぞ。どこだ、オッケー。よし、お前たち、いや、ゴーレム何してるゴーレム攻撃をするんだ。オッケー、次ぐらいがちょっと要注意か。いや、そうでもなかった。オッケー、若干時間かかってるか。うわー、ゴーレムやられちゃった。でも大丈夫、よし、 OK。 どこだ、本物そっちか。うん、あんまりね、矢は多めに使いたくないんだ。よし、 OK。 ここでいけるか。ポーションバリア使えばいけるな。どこ、よし、よし、もう矢は使わない。あの、後々ちょっと必要になるところあるんで。終わりだ。若干時間かかったけども、まあまあまあいいでしょう。次、ここで両刃斧に変えます。で、エンチャントが衝撃波と吸血だね。で、あとあと爆発を入れていけばいいと思う。ちょっとな、ちょっとな。いや、まあまあまあいいか、いけるな。よし、はいはいはい、いけるね、なんとか。いや、ゴーレムちゃんが若干 HP が怪しくなってきたぞ。よし、 OK。 ちょっと待て、愛のメダルも、ちょっと待てよ、お前がいるとやりにくいんだ。ちょっと待て、愛のメダルで操作されたやつは戦いに行って。よっしゃあ、終わった。あれ、よし、当たってない。これで全部いったっしょ。そう、ギロチンで一回やられたんだよな。あんま無茶してたね、動きをしちゃダメだね。はい、次、
ここから、狼のアーマーに変えます。HP がやっぱ低いとね、やられちゃうので、要注意。ちなみに俺、ここが一番嫌いです。さあ、おいで。3体全部だ。OK! 行け!お前ら。よし、OK! 俺はこっちに逃げるんで。任せたよ。そっちの方任せた。よし、OK、吸血で。しっかり回復して。よし。やばい!危ねえ。ここは若干きついか。よし。いけ!お前ら下に、戦いに行ってください。これなんか若干減ってるぞ。よし、オーケー。やばっ。オッケー。ちょっと雑魚どもがシャシャリ出やがって。よし、オッケー。いいね。吸血でちょっと回復しながら倒した。まだいるね。どこだ?下か?いた。俺の回転を食らえ。よし。いけましたね。ここはほんとね、嫌いなんで。要注意の場所。で、ようやく、ゴーレムさんがパワーアップします。おお昔のゴーレムか。ゴーレムがやっとパワーアップ。待って、爆発を入れていきましょう。リフレッシュがいいかもしれないんだけどね。でもなんか爆発が、意外と俺は役に立つなって思ったんで、入れてますね。よし。いいよ、いいよ。しゃ。意外と敵が多いんだ、ここ。で、この遠距離のね、集中攻撃もらっちゃうとやられるんで。あー、ゴーレム大丈夫?お前虚無ってるけど大丈夫ね。よし、で次エンダーマン。はい、エンダーマンがここね、ちょっと時間かかるんだ。できれば時間をかけずにね、行きたいんだけど。よし、こっから、ここ、強いよ。ここ要注意。特に、エンチャンター。よし、オッケー。行ってくれ、お前たち。エンチャンターいるぞ。よし、虚無ってるやつを倒せ。あれ、ちょっと待って。ゴーレムさん、やられてるやん。出てこい。早く出てきて。もったいないな。ちょっともったいねえな。よし、よっしゃ、もういいや。 OK、 時間をかけるよりマシだ。いくぞ。23回クリア。ここは何もなし。いらなかったか?あ、違う。あ、爆発入らん。いくよー。いけー。よし。そっちのクリーパー任せよ。やばし。やべえ。オッケー。オッケーオッケーオッケー。やば。エンチャン、やっべ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。ポーションバリアの使い使い方がうまかったね今。あ、やばいやばいやばい、死ぬ。あ、大丈夫、ポーションバリア入ってる。エンチャンターがいるからそこ要注意ね。よっしゃあ。いや、強化ゴーレムでもなかなか厳しくなってる。まあさすがにあの数をね、行こうとすると結構やばいわ。
これで終わったかな。よし、行きました。で、ドラだ。ここでようやくドラ、守護のトーテムとドラを変えます。で、爆発を2に上げときましょう。エンダーマンと、よっしゃ、あいつがいるんだよね、ガストが。ガストがいるんで、ちょっと嫌な場所。エンダーマン先に倒したい。よし、ちょっと待って、あー、ミスった。ザコ早めに倒しとこう。よし、もうザコ来んなって。よっしゃー。うーん、 TNT はここはあんまり使わないっちゃ使わないんだけども。おお、ナイス、意外と役に立った。で、食べ物が結構出てきてくれて嬉しい。しゃあ、ここつらいんだよな。いけ、できればポーションバリアをつけて、 OK、 ポーションバリアつけて突っ込みます。で、ガストにドラを食らわせて、その間に、あぶね、あぶね、死ぬ死ぬ死ぬ、あー、やばいやばい、あー、うわー、もう最悪、最悪だわ、もうやられとるがな、やられとるわ、もう。まあいいか、ここからちょっと落ち着いていこう。なんかちょっと急いでたわ、なんかちょっと急いでたんで、落ち着いていきましょう。ほんと火だめが多い場所だから注意してね、行こうよ。うん、おいおい、結構エンダーマンの攻撃が痛いぞ。よし、 OK、 ドラが入ったらだいぶ違うね。けっしゃ、よし、 OK、 ちょっと次は本当に注意していこう。うん、もうやられるわけにはいかないわ。あー、まあまあまあやられるわな。はいはいはい、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、いくぞ。よし、ドラ、オッケー、周りがね、しっかり倒してれば全然オッケーだから。終わりか。よし、いやー、一回やられちゃった、時間がかかったわ。で、ビーネスト変えます。で、エンチャントが、クールダウン、そしてポーションバリア、ビーストバーストですね。いくぞー。いやー、これは、うん、で、20分ぐらいで、クリアできればいいかなと思ったんだよね。でも、この20回から30回の間、20分じゃちょっと厳しいか？どうだろう。はいはいはい。ここ鬱陶しいからね、ドラは、どんどん使っていって OK。よっしゃ！よし、OK。よし、ドラも使え。お前が鬱陶しいんだ。あぶね、この持続ダメージほんと嫌なんだよね。いくよー、にゃっ、くらい、よし、お、いい感じに、ちょっと待って、ゴーレムいくな、おっしゃー、行ってください。よし、 OKOKOK、サプライズアタックがうまいこと入った。早かったんじゃない今回は。次、27回、
何もいらないです。ビーストバーストは入るね。OK。ビーストバースト3が入りました。ここはラビジャーが来るんで、こいつを早めに倒しましょう。OK。もういざとなったらもうビーストバーストで、もうぶっ飛ばしてやって、いい感じだよね。はいはいはい、まだいるんだよね。おーっと、ラグったら怖い。なんか落ちそうで怖い。いいか、いくぞ。よっしゃ、いけ。よし、オッケー。ビーストバーストでちょっとぶっ飛ばしたかと思いきや、そうでもなかった。待て。はい、あっち側行くよ。ゴーレムもついてきて、あ、蜂たちが落ちた。まあまあまあいいでしょう。ここ狙われるんだよな。卑怯臭いことしやがって。あー、ゴーレムちゃん、ゴーレムちゃんがぶっ飛んじゃった。よし、オッケー、ナイス。はい、終わり。で、あとはここ抜けるだけだね。戻ってやる間にゴーレムを回復する。ちょっと来い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 、行きたい。あー、無理か、無理だった。無茶すると落ちちゃうからな。よし、まあ行けたね。はい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 、次が28回で、商人を行って、その後に、ボスだね。何もいりません。爆発、あー、まだ入らないか。いいです、いいです。ここは途中で出てくるエンチャンター、要注意。あいつがね、遠距離系を強化しだすと、ちょっと手がつけられなくなるんで、まずはエンチャンターは全部即潰す。次だな。オッケー。エンチャンターは即潰して。よし、あと2体か。あ、3体いる。待て。オッケー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 。エンチャンターは絶対先に潰さないとまずいからね。じゃあ行け。やっぱ愛のメダルは絶対に必要ね。愛のメダルはもう絶対的に必要。よっしゃ、ちょっと待て、ほらで OK、 行ってください。やっぱ爆発も今ドンってダメージ与えてなんで役に立つよ、やっぱり。はい、あとお前で終わりか。よし、 OK、 ちゃんとした手順を踏めば全然余裕。何もいりません。商人で、斧を黄金装備に変えます。ちょっとねパワーが少なくなってきてるんでね。さあ、黄金スキル何がついた。暗殺か。なかなか厳しいやつがついた。別にいらないやつが。行くぞ、最後ボス。いっけー。ここを、まあ、2分以内ぐらいに倒したいね。2分以内ぐらいで。行くぞ。よし。うまいことやっていけば、そんぐらいで、いけるからね。よし。それ召喚されると嫌なんだよな、これ嫌い。よし、愛のメダル。あぶねえ、食らうとこ食らうとこ。あぶねえ、待って、ゴーレムやられてない。ゴーレムやられとるな。 OK、 ゴーレムがいなくとも俺がガシガシ攻撃してやる。
愛のメダル2人とも OK。 いいねいいねいいね、いいよ、いい感じで、次のドラが、あーやっべ、大丈夫ね、大丈夫、よし、ゴリさん来た、ここでよし、ドラも入れて OK。 うーん、ちょっと厳しい、いけるか、できればもうゴーレムがねやられてなくって一緒に攻撃を入れていきたかった、ちょっと待って、よし、やば、待って待って、こういうの壊すとかどう、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ、あーもう最悪だわ、もうポーションちょうどじゃんうわーもう、いや絶対今倒したと思ったんだけどな、いやまさかの感じだった、はいはいはい、もうこのね花がね鬱陶しいんだ、ここあいつを、よし、ゴーレムさん、ナイスゴーレムさん、あーやられた、でもいい、大丈夫、下にあザコいるね、こいつがいると動きが制限されるから極力倒してあげないといかん、よし OK、 いくぞ、あれちょっと待って、ドラ効いてない、ドラが効いてないぞ、でここでポーションバリア使っちゃったのはちょっと痛いな、いいかいいか、大丈夫大丈夫、ちょっと待って、ある程度長期戦を狙っても OK、 じゃあお前をまず倒す、よし、ゴーレムいるね、ゴーレムさんもいる、 OK、 うーん、ゴリさんちょっと待って、あなたたちはちょっとポーションバリアないと怖いんだ、よし、いいか、いけ、 OK、 よっしゃ、いける、ちょっと怖え若干怖え、嘘、やば、いける、よっしゃー、最後なんかちょっとギリギリな感じになったけど倒したね、クリアです。どんくらいだわかんないけども、まあ、40分ちょっとでクリアしたんじゃないでしょうか。報酬はお不安定なローブいいけどもさ、クールダウンついてないな、基本的に全部いらなそう。あ、まあまあ一応不安定取っとくか。はい。クリアです。はい。ということでタイムアタックやってみました。43分ぐらいだったね。43分ぐらい。で、2回死んでるんで、あれ死ななければ、39分とか38分とか、それぐらいでいけてたはず。あれだいぶタイムロスしたな。まあまあまあ、まだね、そんな慣れてないので仕方ないかもしれませんけども、ちょっと35分ぐらいで、なんとかクリアできるように、やっていきたいです。まあ、1ヶ月でね、これは入れ替わるんだけども。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。